質問はですね、煩悩即菩提とは何ですかと、まあ、これは本来のってことですね。本来の煩悩即菩提とは一体何ですかと、これはですね、ページ数で言いますと309ページ、右から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、入不二の法門ってありますね。これです。入不二の法門って書いてあります。わかりますかね。入不二っていうのは、二つに分けることができないっていうことです。お互い相反するようなものが二つに分けることができないっていう意味です。つまり煩悩と菩提っていうのは全然違うんですよ。煩悩っていうのは、まあ、この場合は煩悩っていうのは苦しみです。そして菩提っていうのは幸せです。ね、苦しみと幸せといったら全然違うことのように思うと、全く真逆なように思うわけですね。つまり苦しみのない世界に出てこそ幸せになれる。だけど真理はそれは二つに分けることができないっていうことです。真理から言うと、真実から言うと二つに分けることができない。つまり煩悩の中にあってってことですね。苦しみの中にあってそのままが幸せな世界ですね。これが真実ですよってことです。難しいですね。わかりますかね。今のところわからないです。あ、今のところわからない、そんなことはないだろうと。例えば私たちが浄土に行くと言ったらですよ、このシャバ世界から抜け出してですね、浄土という世界に行くことによって幸せになれると思ってるわけです。だから苦しみの世界であるシャバ世界と浄土という世界を2つに分けるわけです、ね、この2つに分けるっていうのをですね、仏教の言葉で変地っていうんです。変地っていうんですね。変地っていうのは、変っていうのはこう区切るってことです。私たちが浄土に行きたいと言った場合、その浄土というのは変地なんですよ。つまり苦しみを離れた浄土という世界に行きたい、今のシャバ世界を離れた浄土という世界に出たい。だからこのシャバ世界のままそこが浄土になるとは思わないでしょ。浄土に変わると言ったら、その苦しみがなくなって浄土に行くと思ってるわけ、うん、朝の午前中の有意識の話だったら、うん、有意識の中のなんていうか、そういう悪因が全てなくなって、うん、浄土へ行けると、うん、うん、思って、それはですね、はい、別にこのシャバ世界でもいいはずなんです。この世界であっても有意識の話で言うならね、いわゆるこの世界であっても有意識がきれいになったならば、ここが浄土のはずなんです。煩悩即菩提っていうならですよ、
その苦しみが全部なくなった世界が幸せって私たちは思ってますけど、その苦しみがあってもですよ、それが触りとならなければ、触りって何かというと、それがまた三幕堂に戻ったり、ルテン湖でルテンを生み出していくことがなければ、例えば苦しい結果を受けましたと、そこでああそういう悪い種をまいていたのかって反省して、自分の種まきを向上していくことができるとしたら、その苦しみの結果は苦しみではないってことですよね。仏教で苦しみというのは何かって言ったら、苦しみがやってきた時にあいつのせいだと、こいつのせいだと、人のせいにすることによって同じ種まきを繰り返していくことが苦しみなんです。だけどそのどんなに苦しい結果がやってきたとしても、煩悩というね苦しみの結果がやってきたとしても、それを通して真実が知らされてですね、ああ私はこういう悪い種をまいていたんだということが分かって、こうやり直すことができるとしたらですよ、それは煩悩の世界にいるままが幸せって言えません。もちろん煩悩でいろんな苦しみがあるけど、その苦しみが苦しみではなくてですね、幸せになるための気づきを与えてくれる一つ一つのご縁になるわけです。だから苦しみの世界にいるままが幸せな世界でもあると、今のこの世界にいるままが幸せな世界なんだ、これが真実なんですよ。でも私たちはまず方便から入ってきますので、方便っていうのは偏地なんですね。いわゆる浄土っていうのはこの世界ではない世界があるんですよと、それに向かって拝訳修善に努めていきましょうと、ね、具体的にはどういうことを実践していくんですかと、こういうふうに言われるからですよ。じゃあ様々な戒律によってですね、ね、心を清らかにしていきましょうと、これ8回なんか聞いたことのある名前と、まあ、これによってですね、欲望をですね直していきましょうと、ね、欲望、その、欲望っていうのは、いわゆる欲に欲を満たすことが幸せだですね、お金を使うことが幸せだ、お金を稼ぐことが幸せだ、人から認めてもらうことが幸せだね、そういう心、自分の心を成長させる、成長させることが楽しみではなくて、菩提が楽しみではなくて、菩提っていうのは自分の心を少しでも成長させていくですね、自分の心をもっと大人になっていく、自分の心をもっとこうコントロールしていく、人を幸せにできるような、そういう立派な人になっていくようにする、それがそのままが幸せなんです。これが菩提が幸せってことです。でも私たちの幸せっていうのは楽をすることなんですね。楽をすることっていうのは欲を満たすこと。これをですね、懈怠の懈っていうんです。懈怠。怪盗の怪、角って書いて、あ、そうで、もう一回、刀書いて牛、上、上の上いらないです、あ、いらない、一ついらないですね、あ、そっちいらないです、すいません、こうですね、はい、ね、携帯の毛ですね、毛っていうのは携帯ということで、楽がしたい、欲を満たしたいですね、そういうことが私たちの望みです。浄土に行って何がしたい、白毒水の温泉に浸かってですね、
で百味の恩敷たらふく食うてですね、ああシャバ世界は大変だったなあと、おまだシャバ世界に残っているやつらがいるな、うわあ大変だね、私は楽になったっていうのを望んでるわけです。そうやってね、どうじゃ私は浄土に行けたぞと、お前たちはまだ行けてないのかと、こうやってね、まあ口にはなさないけども心の中で人を見下している、これを慢と言いますね。だからこれが私たちの望んでいる浄土、変地化慢と言いまして、これが方便の浄土です。だから私たちが望んでいる浄土っていうのは、苦しみがなくなった世界、楽になった世界、そして自分は本当にこう今までのダメな世界から抜け出してすごい価値ある世界に出たんだって思いたい、こういう世界を望んでいるわけですですね。だからいわゆる美味しいものが食べたい、好きなものがやりたい、好きなことがしたい、そういうことが楽しみなんだ。だけどこのシャバ世界はですよ、そういう幸せ、そういうね、楽をしていたらね、苦しむって聞いてるから、今の間だけ頑張って早く修禅に努めて、で浄土に往生したらね、やっぱりそうでしょ、ここ一つ苦しくても求め抜けば底抜けの幸せ者になれると、この一年を突破したら今までの苦労が、苦労ってのはね、本当はやりたくない、こんなこと続けたくない、ね、一生懸命歯じゃ検証しなさいとか人に伝えなさいっていうのもね、本当はやりたくない、だけどこれは祝禅が熱くなるからやるんですね。五所の一大事を解決するためにやらなくちゃいけない、本当はやりたくない、だからここまでこの一年を突破するまで頑張って浄土に往生した瞬間から、ああもうやらなくて済んだと、流した涙の、そうそうそう、真珠の玉となってその手に戻ると、ああ苦労してよかった、この世界に出るための人生だったんだ、もう苦労はしなくて済む、これが私の願いなんですよ、私たち。だけどそれをなんていうんですかね、欲望をこう我慢してね、ね、やっぱりこう浄土に行くという願いのために少しでも人間的に成長させていくんだと、ね、やっぱり欲に流れてるのはちょっと浄土に行けないから、さまざまな戒律を持ってね、進んでいこうと、こう思うわけですよ、ね、そうやって、頑張って仏法を求めていくとですね、次に問題になるのはですね、清らかになることですね。皆さんこうね、問題になってるのはですね、仏法を聞くようになった、仏法を聞くようになるっていうことは、いわゆる五欲にまみれた世界から抜け出してね、清らかな世界に出たいと思うと、ね、ところがね、それで清らかな心になりたいと思うと邪魔してくるのがですね、我というものですね。これは五条と言いますけどね、五条っていうのは清らかさを悟りなさいっていう意味です。八戒っていうのは戒を保ちなさいと、五条っていうのは清らかさを、持ちなさいと、ね、清らかになりなさいと、清らかになるっていうことはいわゆるね、間違っていることを間違っていると認められるようになりなさい。ところがね、この五条っていうのはカッパの化け物ですよね。カッパっていうのは何かっていうとね、やっぱりね、こうすぐ天狗になるね、ちょっとうまくいくと。ところがね、うまくいかないとね、ちょっと頑張って、ね、うまくいかないとね、なんていうの、川の底に潜っていってね、逃げていくと。ね、そして追いかけようもんならね、この神の甲羅でね、こう隠れてね、身を守ると。これがね、五条。どうですか、五条さん。なんとなく、似てるなと思います。
てる似てると思いますね、自分に。はい、大体仏法を聞いてる人はね、最初に五条になるんですね。聞いたことを実践できるときはドラッってこうなると、整理できてるぞ、整理できてるぞとかってね。ところができなくなるとね、シューッとこう落ち込む、こう落ち込むね。やっぱりね、憧れるのはですね、ちゃんとこう教えられたことをきっちりやる人じゃないですか。そうですね。ねえ、これを何て言うかというと、悟空って言うんです。悟空ってかっこいいでしょ。ね、何、安定して求められる。そう、安定して求められる。例えば整理しなさいと、整理をねバチッてやると、落ち込むことがない。ないないない、もうそんな落ち込まないんだよ。そんないつも安定してる、うじうじすることでない、悟空は。ね、ところが悟空には欠点がある。空を悟れって言ってる。空っていうのは何かって言ったら、こんなに頑張ってるのにっていうのがあるんです。ね、こんなに頑張っている、これを少女と言います。少女、少女っていうのは、ね、自分のために頑張ることはできても、人のために頑張ることはできない。だから自分がいわゆる極楽に往生するためにね、このいわゆる西遊記の話ではですよ、その天竺に行くことが目的なんですよ。ね、ね、天竺に行くことが目的。そうするとですよ、みんなでね天竺に行きましょうって始めていくんだけど、このまずね8回ブブブブとか言ってね、まあ、まずはだって道にそれるわけじゃないですか。おー、綺麗な女性とか言ってね。で、もう町に行ったらですよ、もう女性を目にくらんでね、もう天竺に行くのがね、遅れに遅れるわけですよ。そうするとね、まずね、悟空が言いますよね。お師匠さん、あんな八戒置いて、早く天竺行きましょうって。そういうふうに言うと、五条もね、そうですよ、お師匠様、私たちは天竺に行くという崇高な使命がありますと。こんな御欲にまみれた豚をですよ、連れて行ったらいつ天竺に行けるか分かりません、置いていきましょう、こういうふうに言うわけです。ところがこの三蔵っていうのが弥陀の本願に精通してるわけですね。これ大事ね、何を言うかと、ね、八戒も一緒に行くって決めたじゃないかと。八戒を置いていったらね、誰が八戒を救うことができるんだ、ね、戻っていこうじゃないかと。そうするとね、悟空がね、そんな八戒迎えに行ったら遅くなりますよ、私たちには正使命がありますね、屍を振り越えて、ね、勝利の日まで進んでいくことが仕事じゃないですか。八戒を踏み越えていくの、これが私の仕事じゃないんですか。そしたらね、三蔵がうーんとか言ってね、悟空の頭をね、キリキリキリってさせるわけです。そして何を言うかと、ね、八戒を置いていくことはできない、一緒に、極楽に行こうじゃないか。で迎えに行くわけですよ、ね、悟空も五条も渋々ですよね。次に出てくるのがね、五条、ね、五条がねこう頑張ってる途中にね、もう自信がなくなった、自信喪失したと。そうするとね、もう私なんてダメなんです、私はこんなに頑張っても変わらないんです、心が。だから私を置いて早く悟空さんと三蔵さん、八戒さん、天竺行ってくださいね。え、そういうふうに言われるとね、どうですか悟空は。お師匠さん、
五条のやつがこういうふうに言っております。私たちには天竺に行くという正使命がありますね。五条もね、一緒にいたら辛いでしょう。五条のためにも私たちは天竺に行きましょう。五条の果たせなかった夢を私たちの手で成し遂げましょう。こういうふうに言うわけです。それで置いていったらどうですか、五条さん。ねえ、すねません？僕のせいどうせダメなんだよ。やっぱりそうなんで、置いていくんだよね。全ての人を救うとか言って、皆の本願とか言いながらさ、やっぱりね、役に立たなかったらすぐするんだよ。役に立つ人しか、頑張る人しか、天竺に行けないんだよ。すねる。五条。ねえ。それを三蔵さんはですよ、ね、五条のために待ってやろうと、ね、五条と何を言うかと、ね、一緒に行こうと、一緒に天竺に行こうと、手をつないでいくんだよと、ね、あなたが落ち込んでるなら落ち込むところからね、治るまで私が待っているから、とここが三蔵ね、悟空はね、こんなことならいつ天竺に行けるんですか、早く行きましょうね、根性間に合いませんね。そしたらね、三蔵は言うんですよ、根性間に合わなければ来世行けばいい大事なことは一緒にね、弥陀の本願は全ての人を救うって言われたんです。全ての人を救うっていうことはですよ、極楽に行くまで、全ての人が極楽に行くまで待ってあげないといけないんです。天竺に行くのがどれだけ遅くなろうがですよ、この人たちがいる限りは待って待って待ってね、行くんだ。そうするとね、悟空としてはね、なんでね、天竺に行ってこそ幸せになりますと、ね、天竺に行けなかったらもうずっと苦しめ続けないといけないんですが、煩悩の中にいないといないじゃないですかと、あんなね、八戒の豚とかね、五条のね、カッパをね、全部切り捨ててね、やっぱりね、精鋭で行った方がいいですよ、ね、やっぱ精鋭だけが浄土に行く価値があるんです。こんなカッパなんかね、おい、もう連れて行ったらですよ、足手まといです。豚なんか連れて行ったらね、笑われ者になりますよ。だからね、仏法っていうのは真面目に頑張ることのできる、言われたことを実践できるものだけが行ったらいいんですでしょ、皆さん納得しません？どうですか？どうしたんですか？ね、整備をしなさいって言ったらね、二度は言わないと、一度でやっていくそこが悟空じゃないですか。そんな人ばっかりいないんじゃないですか。さあ、少数精鋭でね、根性間に合うんだ、ここ一番屍を踏み越えてやっていくぞ、行ける人だけ行ったらいい、極楽ね、私はやる、私は言われた通りに何でも従っていく、できない人は切り捨てたらいいと悟空は言います。そういうところにいたんじゃないですか。自分が救われる、あれ、救われる、そうですね、そう、これは結局変地家満、極楽に行くことばかりこだわってるんです。三蔵は違うんです。三蔵はこの八戒や五条や悟空を連れてですね、極楽へと行くこと自体が、それが幸せな世界なんだ。だから別に私は今根性で極楽に行こうとはね、思っていませんと。そうじゃなくて、この人たちと一緒に極楽へ目指していくことこそがですね、
最勇気なんですよ。ね、勇っていうのはそれ自体が遊び、楽しみ、幸せなんです。これがニュー・フニなんですよ。煩悩即菩提なんです。つまり煩悩と菩提は違うというのは悟空の考え方なんです。極楽と、ね、この今の極楽に到着するまでの道のりである、道のりは全然違う。今シャバ世界なんだ。だから早くシャバ世界から抜け出して極楽に行きたい。根性間に合わなかったら大変だと、そう思っているのが悟空なんです。だけど三蔵はその世界を超えてるんです、ね、いわゆる極楽に行かなくちゃ、極楽に行かなくちゃ、極楽に行かなくちゃって言った極楽は極楽じゃないんだと。本当の極楽っていうのはこの世界にあり、そして八戒や五条を見捨てないところに極楽があるんです。ね、ちょっと思い通りにならないかなって言って言うことで、ハマンとかね、ジョベとかね、切り捨てるとかね、そういうことをしないところに本当の大乗精神があるんですよ。弥陀の本願の精神があるんです。この人は思い通りにならないなら、思い通りにならないこの人といつまでもね、待ってあげようじゃないかと。この人のために極楽は手をつないでいくところなんです。誰かが落ちていくとかね、誰かが脱落していくことがないように、脱落していく人がいたら脱落していく人と人のために待ってあげようと。いやいや、そんなったらいつまでも極楽に行けないじゃないかと。いや、そうじゃないんです。そうやってね、八戒を連れ、五条を連れ、悟空を連れ、極楽へ目指していく、その道程が極楽なんです。だから阿弥陀経の中に、かの極楽の中にはですね、七重の乱人、七重の羅も、七重の行事ありと、極楽に行く道のりもまた極楽なんだ。その道のりっていうのは一人でガーッと進んでいく道のりじゃなくて、八戒を連れ、五条を連れていく道のりなんです。誰かが都合が悪いから切り捨てていこう、誰かがもう私を置いて先へ行ってくださいって言ったらね、じゃあ分かりましたと言って切っていくんじゃないんです。みんな連れていこうと。だって弥陀の本願は十方四条なんですよ。全ての人を救うと誓っておられるんです。その全ての人を救うってことはどういうことか、阿弥陀様だけ頑張ればいいってことではなくて、私たちもまたですよ、そのまだ欲にまみれてですよ、ご欲にまみれて仏法を聞こうとする人じゃない人にはですよ、仏法が聞くようになるまで待ってあげたらいいじゃないか、話をしたらいいじゃないか、脇道にそれるなら追いかけてあげようじゃないかとね。八戒はね、もう街に行くたびごとにね、トラブルを起こしてですよ、欲にまみれてね、すぐに脱落していくんです。どうぞ行ってらっしゃいって言うんですよ。私は別に好きで行ってるわけじゃないからって言うんですよね。そこをね、三蔵法師がですね、悟空やで五条を説得して、そして一緒に行こうと。八戒が道をそれたなら、道をそれた八戒を追いかけて一緒に行こうじゃないかと。五条が落ち込んでね、もういいです、私なんてダメなんです、どんなに頑張ったって努力したって心が変わらないんです、みんなのように、ね、強い人間じゃないんです、みんなは頑張ってください、私は後から追いかけていきますとか言ってね、結局追いかけずに拗ねると。私なんてやっぱりそうなんだよね、見捨てられるんだよ、うん、分かっていたんだよ、見捨てるってとかね、自分からね、どうぞ行ってくださいとか言ってね、切り捨てていったらね、見捨てられるなんてひどすぎるとかってね、怒るわけですよ。これが五条。
そして悟空はですね、もう自分が頑張れるからっていうことで、頑張れない人の気持ちがわからない、自分ができるからっていうことでできない人の気持ちがわからない、だから人のためには頑張れないんです。自分のためになら頑張れるけど人のためには頑張れない、それが悟空なんです。そういう人たちの集まりが門法してる人たちなんですよ。ある人は悟空であったり、ある人は五条であったり、ある人は八戒であったりね、いろんな人が参詣されていく、その人たちを連れて極楽まで行く、それが西遊記なんです。そのためにはね、さあその八戒のために待ってあげたりとかね、八戒がね不満をぶつけてきたり、五条がね泣き言を言ってきたりするとね、煩悩がかき乱されるわけですよ。こういろんな感情が乱れるわけですね。でもそれが、ああ私のね極楽に行くためのね修行なんだ、道のりなんだと思って、それを喜びと感じていく。煩悩に満ち溢れたこの世界のままで、ね、それがそのまま浄土に行くことをね喜ぶ道のりと変わると、これが煩悩がそのまま菩提になる。だから煩悩が形を変えてるわけじゃないんです。煩悩は煩悩のままで、それがそのまま菩提、喜びと変わると。人と人のために苦労したりね、人のために泣いたり、人のために煩わされたりする、そういうことがね、悟空にとっては苦しみなんですよ。だから早くなくしたい、けまんに行きたい、楽になりたい、ね、もう早く 手から離れたい、楽人になりたい、それがずっと続いていくとしたらね、悟空は嫌なんです。だから早く天竺に行きたいと思うんです。だけど三蔵はですね、そうやって人のために苦労すること、人のために、苦しむこと、人のために悩むこと、それがそのまま喜びに変わるんだと。つまり、今だったら祝膳が熱くなるためだからとかね、五条の一味を回帰するためだから善をしていかなくちゃって言われてるね、その善、いやいやだけどやってると、本当はやりたくないけどやっているとね、浄土に行くまで頑張ると思っていたものが、それを喜びとするんです。それが入不二の訪問なんですよ。今嫌だなと思っている一つ一つを喜びと変えていく。人のためにね待ってあげるって嫌なことじゃないですか、ね、人のために苦労するって嫌なことじゃないですか。だけど三蔵は人のために待ってあげることをね喜びとしてるわけです。人のために、苦労していることをですね喜びとしているわけです。それが煩悩がそのまま菩提となる、この苦しみの世界がそのまま極楽となると、こういうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、菩提心っていうこと、この煩悩というのは煩悩に満ち溢れた世界ってことです、うん、菩提っていうのはですね、極楽ってことです。極楽っていうのは、ね、修行する場なので、はい、だからこの煩悩に満ち溢れた世界にいるままで、仏になるために、菩提心を起こし修行していくと。はい、しかもそれが喜びとなると、これが煩悩即菩提ということですね。分かっていただけたでしょうか。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は以上です。